押しちゃってください。さあ、トレンジは出てくるのは誰や？あつがりさんですかね。あつがりさん対するはアレック2軍の5チームに入っているチャーターのアレックですね。教徳動画でおなじみのチャーターアレックスです。さあ、ヒューゴは俺とやっているけど多分関係ないでしょう。キャラ対とかはできません、何にも。これよく見ますよね。残念ながら彼は航空事故で車道がありません。無能しかないんです。無能だけで何とかしてるんです。全部たまたまが通って勝ったのはワンピーチだ。ツーピーチね。さすがに体つけようけど、俺はもうお互いしますとこお互いしか打たない。こんなの配信したくない。あーっと、これは完全に、さあ周りからは笑いしか出てこないと。ちょっといいぞ、ちょっと失笑ばっかり。だからワオってなってて、さあ、さこれがフルセット。画面端を維持してるのはチャタッツ。逆に今度は画面端が壊れてしまう。ハッ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 キャストフラッシュがタタッツ。あっと、佐野で笑いしか起こりません。半分の脳みそでしたっけ。いやー、あれは食らいますね。これがタマセンターのチャタックスですよ。タマセンター勢のタマセンターにいますよ、いつもこのアレックスは。なんで彼氏もいないの。各地方のプレイヤーをピックアップしようっていう大会じゃないですか、これ。なんで押しつけるんですか。出てくるのはバイプイフの剣。これ強いですよ、これ。多分総領杯で僕はやりましたね、彼と。あっ、防衛が2人いますね。あ、3番。さあ、ちょっと画面つないで、逆に銀の画面端、1つ目は壊しに行くからグラップ狩りを狙っていくが、なかなか立たない。なんで出ちゃうのかな。あっと大会ならではのたまたまですよ。偶然ですよ、全部。さあ、たまたま出た。これ歌ってありますよ、これ。さあ、神方はこの辺の晩御飯のことしか考えてない。大会のアレックが強すぎや。エースチャタができるコンボ、これが最大。彼何勢なんですか。玉センター勢のチャタックスですね。誤差てしてもこれ続けるんですか、多分。さあ、前方チャタが強すぎて。さあ、どうしたんですかね。音量かなんかに取られてるんですかね。これが、ビッグダディさんのヤン。ヤンですね。カラス山にはケイン、ヤン、ヒューゴはいるんで、対戦ができてるようなんだ。ね、実はね。まあ、キャラだと関係ない。なんだこれ、強すぎ。なんか取り憑かれてるんですか。なんかもはやもう虫のレベルですね。さあ、画面走りしゃべらないで。たまたま。あ、やっせ。けど、どうにかなる。クロステロイドを入れる。さあ、ちょっと黙って、ステイがあるぞ。前に行く。中足入れて。最速キャンセル、しっかりしてる。全部読めていた。ヤンはゲージがあるから ES トイレが打っていける。これは美味しい。画面端を維持する。ごめん。
上から固めて引退が入ってしまう。若干バレてしまった感があるが、わあわあうわあ完全に脳が死んでいる。ちゃんと勝ったのヤン。全部読めていた。そうですね、最後の突っ込み方やばかったですね。もうこのアルクスもお腹いっぱいでしたからね。よかったかなと。さあ、ただこれはチャタが2人倒してくれたおかげで次は烏山、まだ時報で済んでいる。対する高円寺は、なんていうの、中堅、なんていうんだろう、真ん中、中堅です、ね、3人目ですね。さあ、これで悩んだ挙句に決まってるのか。出てくるのはガークの剣。まあ、最近烏山来始めたからね、特に特筆できてはなかなかないかな。普通です。すごい真面目にやろうとしてるやつとか、俺はすごい好き。じゃあ下がってゲージを足していく。チラシエクソルはガード。ダーディーさんのヤンかなり強いですね。空中との攻防がかなり上手いですね。中間時代ゲージはないけど攻めは継続。エクソルで足振れ発生のドッグマン勝利。エクソルが刺さってしまう。しっかりリレーを当ててバットのダディさん。うわー、前頃から前進しっかりしてる。さあ、時間がずれ返ってかかと。ここは大丈夫です。まなかったのか。いいところでチラシコードが育っていく。投げて集まった。いいコード、リープリープ勝利。逆にゲージを残して勝ったのはケン。ファイナルラウンド Now。 トーパンコスである。今カラセアマー B 対高円寺の B ですね。うますぎ。なにわけだった。続いて A トーナメント、ヒヨシキ VS 味方の A です。まさに決めれて、ヒヨシ VS 味方の A。鳥取さんのところと味方です。どのさんのところかな。投げを入れて勝ったのはスパック。 You win。 A トーナメント、あ、もう先方決まってるんですね。 We await your return, warrior。カラセマ B チーム、今いるのは時報のガクさんと、対して高円寺 B チームは中堅ですね。あ、2人目で高円寺 B4 人目です。はい、ムッシュさん。あ、これは前情報が高い。俺ぜひ見たかった。ムッシュのユリアン、かなりすごいらしい。大将じゃない。ない、大将はまだ新平さんのところだ。ダッシュの高い、ダイエットこかった。はい、いいよ。歩き投げ、歩き出し投げ、
決戦大将など。うちエートナメントでは、日吉会を中盤展開ダッシュからちょっと食べてふざけんなよダッシュが見ていたお互い決まってるんで席について試合開始しちゃってください。前評判通り勝ったのはムッシュ全然ダメージ減っていないこれはさすがといったところかあれ様はビーフィクラーフィオレアさんですねユリアンに誠を当てていく準備を残してフィオレアさんは参加条件が発動してるので彼はあれと衝撃切れてる今回いろいろ配信とかを全部やってくれたら困ってくるさあちょっと誠だから打たれるようなカスクまあしょうがないですあのキリュウがメインキャラなんでの中キックがうざいんですよね辛草から大パインスパワーッともしかしても配信できてないかもしれないできてると思うんですけどサマーのコメントだけが見れてないだけなんですか、ねまあ、どっちにしてもフレアさんが試合やってるんでシャーカッシュでしてこれマジでこれじゃムッシュ色変わってるのさっき茶色だったよねあかもしれないメインは別にこれはカッサスうわこれが強すぎるなんて強いキャラなんだユリアンがかわいそうみそじが過ぎた攻撃プレイヤーがのこのこやってきて若手を潰すこれはサードかいあとフレアさんなんかファイアフォックスのプラグインがクラッシュしてるんですけど大丈夫ですかこれ配信自体はできてるんですよねコメントが見れてないだけですよね多分微妙ですかね一回通したもんね出てくるのは新平さんの剣大将ですかね大将ですね対して、フレアさんの誠全幕は剣ガンガンねゆるゆるするけど最近負けた評価すごいすごい上がってきてるんでよさあこれがある誠おっといやそしていいですこれ見ててわーっとブルヤさんは難しいことは一切やりませんあの中足のリバサ選手で勝ってますけど絶対やりませんできることしかやりませんそう大会が大事ですねそうですねそうかしてOh, damn!
バラ隊なのかな、知らないぞ。あった、うわあ、難しい、できない、いかにやつできない、ニュートラーになったら勝ってた。30は見えない、そういうの大きなゲージが1本、ああさっきからあったらのゲージはないけど、剣の術ね、おっ勝利まで、グラップルしっかり見てる、うわあ一番右のボタンを押して、通して勝ったのはカレー様 B チーム。